いや、いかんけど、これで終わりか。つまり、これで終わりか。いやー。ちょっと、心が温かくなーって終わり方やったな。多少ちょっとうるっとは来ていたけど。ローディング中でござった。おっと、あぶね。アップねって90はさすがに無理かな。なんて思うんだけど、どうやるな。うん、これ YTuber 神隠し実験はまだラストに行こう。これちょっと君は厳しいってな。妖怪大相撲ドスコイ夏場所開幕。90でしょ、おすすめレベル。不安しかないけどな。一回だけやって、無理ならやめるって感じで行きましょう。あとはちょっと、三つ股コインとか、あ、バスターズの方行こうか。いや、バスターズやってもレベル上がらんねんけどな。いや、実際そうなんですけどね、ってね。話っすよ。さあ、行けるのか、いなか。無理であれば、素直に諦める、今は。うん、さてと、行ってみようか。詰めてたぜ。いらっしゃい、ジュボン。ジュボン、ごっそポイントでアイテム交換したのかしらみたいな、そんな感じ。どれがいいか選んでね。ない、ジュボン。また寄ってね、ジュボン。ごっそポイントなんてない、ジュボン。どこで変えられるん。あ、九州、あ、あ、探偵方みんななの。みんなもお相撲見に来たの。私は福田様がここにいるって聞いてきたの。でもずっと探してるのに全然見つからないの。まあ、福田様どこにいるのなの。ほんなら中にいるんじゃねえかな。なんて思う、思う。なんて思いますね。ちょっとやっていくか。そこまでちょっと、なんかこれ。やっといて。さあ、一度やりましょう。まあ、もう前言ったんでね。言ったんでます、ここら辺は。一度、引き抜きます。一度ね。出場するわ。相撲を始めてたけど、よろしくね。頑張ってくださいね。承知いたしました。ではでは、妖怪探偵団出場の登録いたしました。来たな。静まるがいい。これより閻魔様から開会のご挨拶だ。いいって言って、にぎやかな方が楽しいだろ。さて、早速始めるとするか。俺がこの妖怪大相撲、夏場所の主催、閻魔だ。わーわーわーそう、空泣き騒動の後、閻魔宮殿は建て直されたが、妖魔界の街はまだ元通りになっていない。おう。だが悲しむことはない。そのための妖怪大相撲だからな。ドスコイパワーの、ドスコイパワーのエネルギーを集めれば、妖魔界の活気がまた戻ってくる。またみんなで力を押せるんだ。その泣きからこの妖魔界を救った時のように。さあ、派手にやっていこうぜ。みんなでバンバン相撲をやって妖魔界を盛り上げていこうじゃねえか。さあ、いけるのか。レベル9じゃねえ、おすすめレベル。どうなるかわからんけど、やってみるしかねえだろう。もちろん、純粋に力試しとして相撲に取り組むのもいいだろう。今回は、お使いたちも出場する。彼らがいてなら、張り合いがあるだろう。俺がいいぞ、やれやれやろ。そして俺も横綱として夏場所に出場するつもりだ。マジで俺に勝った者には俺のアークを渡そうと思っている。お、マジか。閻魔のアークめっちゃ欲しいんだが。えっ俺はもう大王じゃないからな。好きにこき使っていいぜ。
ふむ、私もアークを手に入れれば、エンマ様をこき使い放題ということか。いや、これはいろいろよ。何か言ってから塗られ。あ、いや、ってる。さて、これ以降にて妖怪王道の私を買います。皆の村バンバン相撲をやるがよい。おすすめレベル90やからな。瞬殺かもしれんけど。ほんま。これはとんでもないことですよ。エンマ様のアークがもらえるなんて。これもぜひ、ぜひとも勝ち上がって、エンマ様のお力をお借りしましょう。おうおう、なんだ？ああ、姫、この私のお任せください。大相撲、俺の得意分野でございます。マジで四天王寺よ。夏目さん、そんなら私も得意ですよ。このマスリでちぎっては投げ、ちぎっては投げ。そうだね。お前はただの筋肉バカだろうが。姫に勝利を捧げるのは俺だ。負け負けやで、ね、二人とも。はいはい。はいはい。やる気があって何より。夏目のこの顔よ。うん、みんなで助け合って勝ち上がりましょう。よっしゃ、それじゃあ、お相撲に参戦だ。俺たちも妖魔界を元気づけるぞ。おぉ、まあ、いいんだが、勝てるのか。妖怪王相撲はいくつもの本場所に出場できる。ただし、妖怪王相撲には出場ルールがあるぞ。まず、妖怪王相撲に出場できるメンバーは、バトルメンバーのウォッチャー人と妖怪3体のみ。マジか！つまり、控えメンバーの妖怪3体は、王相撲には出場できないぞ。気をつけてくれ。誰にも、他にも、本場所の一部では出場できる妖怪のランクや出力が限定された特別ルールもある。妖怪相撲の様々な本場所を勝ち抜いて、お前たちのドスコパワーを解き放ってくれ。ほー。本場所に出場したら、決められた回数の取り組み、つまり相撲バトルで連続で勝負することになる。そして最後まで戦える他の出場妖怪たちと、勝敗を競い合うのが妖怪相撲の基本というわけだ。場所ごとに決められた条件を満たせばあるクリアだ。もちろん、最も勝利数が多いものが優勝だ。本場所によって相撲バトルの数は変わってくる。高レベルの場所ほど勝ち抜くのも困難となるぞ。ただし、相撲バトルが多い場所では、数回戦った後に休憩を取り、一旦中断できるタイミングもある。お？中断するとセーブやメンバー入れ替えもできるのだ。受付で出場中の本場所を選べば、すぐに再開できる。本場所を再開する前にリタイアすることもできるが、お前たちはもちろん最後まで戦い抜くだろう。いやー、ちょっと厳しいんちゃうかな、思ってる。四天王寺とオロチ、いろんなタイプの妖怪を入れていった方がいいってことやな、つまりな。まあ、ここはいいとして。うん。うん。D のこれでいいや。いや、D のこれで、S のこれでいいや。これとね、まあ、今無理やけど、雪目ってさ、シューターか。なるほど。ヒーラーはここら辺か。あ、キュンシーもそうなんや。キュンキュンオーラー。みたいな。ふみちゃん前にやってたみたいな感じのことが起こるのかな。キュンシーちょっとレベル上げといてもいいかもね。ヒーラーはあとはラペアラか。と、座敷わらしね。カッパもそうか。敵がアイテムを落としやすくなる。お、え、パックンもそうか。いいやから使うかどうかはわからんけど。コマさんもそうなんや。へぇ。まあ、今のところこれでいいよ。レベル一番高いし。うまくいけるかな？不安しかないけど。うん。ここは夏目のままでいいかな？うん。
一度行ってみよう。はい。うん。さて、初級場所、レベル50。あ、レベル50から行けるんや。あれ？頑張ってくださいね。皆様の修行を助けりと録音いたしました。ではでは土俵にお進みください。へぇ。あ、なら楽そうかも。なら楽かもやね。初級場所やからやや、ね。初級やからやや、ね。そのうち認め。天の花、天の花。ちょっと笑ってもんだが。ちょっと天の花っていうのを笑ってしまうんだが。いやー、西、天の花。東、認め。はい、もっと楽しい手をついてー。残ったっていうのが出てくるのかな。バトルスタートではなく、残ったやったらなんかちょっと風情があってよかったかもしれなかった。あっけーい、残った初めてしたね。力士たちが相撲バトルで戦うエリアは、アースダウンのバトルよりも狭い。土俵の上となる。そして、相撲バトルでは、いつも通りの相手の HP をゼロにして倒すのはいいわけじゃない。土俵の外に落として初めて倒したことになるんだ。やっぱりそこはお相撲だからな。マジか。そうして相手のメンバー全員を土俵の外に落としたら、その取り組みに勝利。白星がつくってわけだ。もちろん、味方のメンバー全員が土俵から落とされたら、その取り組みは最悪して黒星がつくぞ。そして妖怪追い大相撲では、土俵の外に落とされると復活することはできない。絶対に強力だよ。マジかよ。まだ鬼の力を。あ、おら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 、決まったー。あ、ちょっと待って、何か起こってた。何？お、決まったさらばー、止まりー、グルツの取り組みをついに決着、下を捨てた言われて突き出し。あ、3人残ってるね。いいねな、好きだわこういうの。ラーメン出前ちょちょっと笑ってしまうわそれは。へえ、面白い。汗っかきとジョッキー。汗っかきやばそうやな。結構あいつ体重重いからな。わー、やったー、勝ったー。お見事、天の花、天の花って。見事勝利をつかみ取りました。お、3ポイント。相撲経験値。ごっつぁんポイント、3ポイント。ごっつぁんです。よろしいでしょうか？はい。進む。いいよ。それじゃあ次の取り組みに進みましょう。ん？妖怪大相撲を戦い抜くと特別なポイントが得られる。それがごっつぁんポイントと相撲経験値だ。GP は特別な景品と交換できるポイント。相撲経験値は番付の昇進に必要となるポイントだ。GP と相撲経験値は相撲バトル終了後に手に入る。バトルに勝てばもらえるポイントがアップすると。さらに本場所をクリアするとご褒美として GP と相撲経験値をがっぽりゲットできる。お？取り組みに勝てばバトルメンバーの通常の経験値やお金、アイテムもちゃんと手に入るから安心しろよ。へえー、そうなんや。チョッキーチョッキーなあ、おもろいな。ああ、こいつらな。西西の花。天の花。よし、チョッキー、はい、バットマシン手をついて、オッケー、残ったでござる。本マグロ大将、ノガッパー、ワカメくんも、やば、すぎ。残った！大相撲では、いかに土俵の外に落とすかの勝負となる。そこで、まず重要になるのがノックバックだ。
を土俵の上で攻撃を受けるとズサッと後ろにノックバックし、土俵の外に落とせる場合があるのだ。ただしノックバックで土俵の外に落とそうとしても残り HP が多ければ土俵際で踏みとどまると。あ、そうなんやね。だからさっきなんかちょっと変なこと起こったんか。またスモーバトルで何度も相手を攻撃すると耐えきれずにフラフラ状態になることがある。フラフラ状態の相手にさらに攻撃を当てると、ズバズバズバカーンとぶっ飛ばし、外に落としやすくなると、フラフラ状態は苦手属性の攻撃だと発生しやすい。さらに HP をゼロにすると確実に発生するのだ。HP をゼロにしてもフラフラ状態で攻撃を当てずに一定時間が経つと回復すると、チャンスを逃すな。ノックバックで攻めつつ、ぶっ飛ばしを狙う。それが、スモーバトルの戦い方なのだ。あぶね、場所山。よっしゃ、突き出しー、ぶっ飛ばしだー、おらー、ありゃおもろいな、オッケー、うっそ、強い強いこいつ、いや、いったいった、これは強い、強烈な違い、まつが決まった、あれまたか、またか、よいしょー、決まったー、勝利の花火が飛ぶ、二度だ、決まれて、もろ出し、いや、そっちのもろ出しちゃうよね。どっちのもろ出しを意識しとんねん。あ、楽しいな、この相撲。やば。好きすぎるんだが。汗っかきやばい。二勝してら。怖い怖い、汗っかき。勝負あり。お見事、泡の花。見事勝利をつかみ取りました。3ポイント獲得。ここで休憩を入れることもできるようです。次の取り組みで進みますか？うん。いけると思う。行こう。それでは次の取り組みに進みましょう。汗っかき。汗っかきどうやるな。序の口で、序二段やから。あー、すっげえ汗かいてる。西の花。天の花やな。汗っかき。はい、待ったらしい。手をついて。よい。残ったでござる。ヌッピフォフとハム何それ、誰それって、初めて見ましたけど、よい、なかった、うん、はい、あー、おっと、ほら、突き出し、吹き飛ばしや、危ない危ない、
か。サボってるけどね。よっしゃー、これは強い。強烈な一撃、コツが決まった。ハムハム、あ、せっかきが終わってん。こいつら、あのハムなんてすぐにいけると思ったら、あんま、結構よーし、ライス着火や。白目の花火から会場を照らします。やった、初級やから。玉転がし玉転がし何その玉転がし、いろいろあんな相撲のことそこまで詳しくはないからな。このゲームでちょっとは詳しくなれんのかな、ちょっとは。楽しいね。やった、お見事、魔の花、見事勝利をつかみ取りました。4ポイント、いや、今回の初級場所も熱い取り組みばかりでした。それでは初級場所発表に参りましょう。3勝したよ、やったね。天の花見事クリア条件を達成です。その栄養をたたえ天の花にはご褒美が贈呈されます。30ポイント、やば、あ、せっかきのコンシロ、お、やった、あ、ありがとう。そしてなんとこのコロホンボシを持って天の花の番付が昇進とのことです。昇進序二段、よし。さらに天の花には新たな本場所への出場権が与えられました。おー。さあ、次はどんな戦いを見せてくれるのでしょうか。またのご参加をお待ちしております。これ、どんどんレベル上がっていく感じか。っていうことは、初級で50やから。おめでとうございます。すごい盛り上がりでした。またのご参加をお待ちしておりますよ。ん？赤い子に赤いられんね。いらっしゃい、ジュボン。ジュボン？ちょっと見ていく、ジュボン。お、あ、ガシャコイン、これで、へぇ、ここでちょっと、いろいろと、やって、ごっつんポイントを貯めて、やったね、ジュボン。やっていくのね、ジュボン。やってる場合かい。お、誰かいた。君。じゃあ、君たち、楽しんでるかま。僕は、スモーンチクマだ、くま。妖怪お相撲のことなら僕にお任せ、くま。どうくま、いろいろ聞いてみたい、くま。あー。うんちくは結構です。うんちくしよう。聞いたし、もう面白くないクマ。また聞きたくなったらいつでも来るクマ。こういうびっくりマーク出てるから何かな思って悲しく来ただけや。なるほど。間違えた。